小林良弘氏、小林良弘氏、小林良官、1979年4月28日帯は、長崎県下方郡水原町、現津島市生まれ、福岡県かすや郡新宮町出身の元プロ、野球選手、投手、右投げ右打ち。日本時代の登録名は、すけか小学時代は、福岡県福岡市東区にある、ソフトボールチーム、 ナタクラブに所属。中学時代は、福岡県小賀市のボーイズリーグ、九州小賀に所属。九州では、新チーム結成後から勝ち続け、公式戦49連勝を達成。春夏の全国大会に出場した。PL 学園高校時代は、故障もあって、甲子園出場はなかった、同期生に、前田慎吾、中村淳二監督の長男中村猛安。 しかし、上心から繰り出されるストレートなど、潜在能力の高さを買われ、1997年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズからドラフト6位で指名され入団。ロッテでは、入団後5年間で一度も一軍登板のないまま、に、戦力外通告を受け退団。12球団合同トライアウト受験後、中日ドラゴンズが獲得の意思を示すも、選手枠に、 秋がなく、打撃投手として契約。同年オフ、選手復帰の話が消える。前年周期キャンプで肩を痛めたことが原因でに、退団。2、アメリカの独立リーグノーザンリーグのカルガリー・バイパーズと契約し現役復帰。中継ぎとして40試合に登板。開幕から終了まで投手では、唯一、一度もロースターを外れなかった。8月9日。 四国アイランドリーグの香川オリーブガイナーズに入団。ロッテ在籍時と同じくスケカンを登録名とした。主に中継ぎで起用され、15試合に当番、1勝2敗 1S の成績であった。シーズン終了後の12月に退団。台湾、中華職業棒玉大連盟のコーノーブルズの入団テストを受験したが入団に至らず、 その後、兄弟エレファンツの入団テストに合格し、入団。10勝6敗、防御率2.66という好成績を上げ、台湾プロ野球のゴールデングラブ賞に当たる、金主党を獲得した。は9勝したが、防御率6点台に沈んだ。また、台湾シリーズには出場できず、この年限りで退団となった。8月より、メキシコのウィンターリーグに参加。 チーレロスで原っぱに入団、唯一の日本人としてプレー。シーズン途中にガイスでメンドザに席。籍。チームのプレーオフ進出に貢献。シーズン終了後、メキシコ、アメリカにて、メジャーリーグ数球団のスカウトを迎え、トライアウトを実施したが、契約には至らなかった。2月中旬より、米マイナーリーグトリ AAA に相当する、メキシカンリーグ。 メキシコシティレットデビルズのスプリングトレーニングに参加。オープン戦で高騰するも3月18日の開幕直前、メキシコシティレットデビルズのマイナーであるエンセナダ・マリナーズの外国人スケットとして配属される。開幕から高騰し、前半戦後症例敗防御率1.78でオールスターゲームに出場するなど活躍するも、後半戦、食中毒にかかり、調子を崩し結局、 シーズン終了直前の7月9日にリリース。プレーオフには出場しなかった。14試合に登板し6勝4敗3、関東防御率3.08。2月、韓国に誕生したばかりの独立球団、カヤワンダーズへの入団が決まった。主に、中継ぎ、抑えとして起用されロングリリーフ、連投と中継ぎエースとしてフル回転。チーム最多登板数。 28試合、チーム最多投球回、81回を達成し、球団創設初年度の主軸として活躍。は、元広島東洋カープのディオーニソリアーノ、元横浜ベイスターズのルイス・ゴンザレス、元サンフランシスコジャイアンツのオシリス・マトスなど、先発陣が安定し、ロングリリーフどの登板機会は減るも、同年も中継ぎエースとして、チーム最多登板、29試合、10セーブを挙げたが、 この年限りでカヤとの契約を終えた。3月26日、自身のブログにて引退を発表した。1月5日、福岡市博多区にスポーツジムコビーズを開業した。11月発行された台湾プロ野球選手名館でアンバサダーを務めた。時速140キロメートル台中盤の速球に2種類のツーシーム、カーブ、フォーク、スライダー、チェンジアップを投げる。 最速は94マイル、約時速151キロメートル。主に、ツーシームを軸にして速いカウントで打ち取るなど、ボールを動かすことに長けた投手である。日本、アメリカ、カナダ、台湾、メキシコ、韓国でプレーする中で日本と海外の野球観の違いなどについて学ぶ。プロ野球選手であるから、夢を持つこと、自分らしく生きることの素晴らしさなどを、 組織や肩書にとらわれることなく、野球を通じて表現し伝えたいという願いから、ベースボールアーティストと称している。その活動の一環として、オフシーズンは、期間限定で子供から大人までを対象にした、ベースボールクリニックや、講演会なども開催。2013年10月12日、室井正也主催で、トークライブを博多リバレインで開催した。 プロ野球の合同トライアウトには2002年2005年2006年2007年2012年参加している。書道は5段の腕前、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。